はい、どうも皆さん、こんにちは。タツチャンネルの達也です。まあ僕はまあ普段、アルファ5000の動画を撮ってるんですけれども、最近、まあ突然動画の録画が止まって、なんかレンズが、グワングワンになって画面が消えてとか、それなんか不具合多発してて、前にそのメガネの動画撮ったと思うんですけれども、メガネの動画の時も一回録画が切れててですね、まあそういう不具合が少し多くなってきてて、ということでまあ新しいカメラを買いました。それがこちら、ソニーハンディカム CX680。 イエーイ。まあスペック的なものはどうだろうな。920万画素静止画、64GB 内蔵メモリ、60倍全画像解像度ズーム、 26.8mm 広角レンズと、まあまあいろいろここにまあ書いてある通りです。でちなみに色はこの、ここにも書いてあるブラウンですね。この色です。を買いました。まあ、早速開けていこうと思います。まあ、今回買ったのは、この、まあ、カメラの北村ってところですね。このカメラの北村ってところで買いました。まあ、カメラの北村の5年保証に入りました。で、まあ、入ってるも上に入ってるものは、まあ、この、製品登録のおすすめという紙。で、まあ、簡単な説明書が、ちょっと薄っぺらい説明書が1枚。で、もういきなりここ開けますけれども、こうやって開けると、まず入ってるものが、マイクロ HDMI ケーブルを HDMI ケーブルに変えるやつ、こうですね。で、これが USB の延長ケーブル。で、AC アダプターの、まあ、このスマホ充電線と同じやつ、AC アダプターですね。と、あとは、カメラ用のバッテリーです。まあ、これ大きいよりは小さいやつですね。カメラ用のバッテリー。以上です。で、じゃあ、本体いきます。せーの、ほいっと。まあ、このような紙に包まれていますけれども、ちなみにこの画面、これはタッチパネルなので、ちゃんとこの、液晶保護フィルムを買いました。これですね。白馬の液晶保護フィルム。なんていうか、ね、品番があるんですけれども。まあ、あったら Amazon のリンク貼り付けておきます。まあ、気泡が残らないっていうらしいので。まあ、貼っていきたいと思います。まあ、保護フィルムも貼れたんで、まあ、説明書みたいに順番にやっていきます。で、一応まあ、軽く今設定はしました。はい、でまあ最後に、このカメラの映像から、こちらの CX680 の映像について始めます。せーの、はい、はい、ということでまあ、こちらの方が今、新しい CX680 のうちどうでしょうか。まだちょっと、簡単に設定し、おく、まあ簡単にしか設定を行ってないので、ちょっと明るさとかその辺が、どうだろうな。まあでも、だいぶ明るさとかもいいよね。なんか、綺麗だよね、なんか。どうだろう。フォーカスの感じとか、近くによる、遠ざかる、どうだろうな、フォーカスの感じは分かんないですけれども、でもこっちのモニターで見てる感じはなんかすごい綺麗に映ってる感じがします。まあという感じで、まあこちらのカメラでまあ今後は動画を撮っていく感じになります。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram のフォローもぜひぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。